ラム18号でございます。はい、ということで、まあ阪神タイガースね、クライマックスシリーズ、まあ一周で終わってしまいまして、まあ明日からね、東京ドームに行く予定やったんですけども、はい、予定が、がっぽり空いてしまいました。まあ明日から、まあ長かったら、6日間ぐらいね、まあ東京、行くつもりで、美容室予約してたんでね、髪の毛も切ってきましたけども、はい、もう外出する予定ないです。はい、ということでまだね、心の傷は癒えていませんけども、まあそろそろね、切り替えなあかんということで、このタイミングで、正式に藤川球児さん、阪神タイガースの監督に就任決定。破れたしあなたがずっと追いかけた夢を一緒に見たいということで、藤川球児さんが阪神タイガースに帰ってきました。はい、ということで、はい、もちろんね、まあ見ての通り僕藤川球児さんの大ファンでしてね、この気持ち切り替えて新生タイガース、藤川阪神をね、応援していきたいと思います。背番号は22番、22番が阪神タイガースに帰ってきます。いやいやいやね、まあ今日ね会見しまして、監督決断した理由、まあ聞かれますと、まあ自然なのかなと、自分の決断に間違いはないと思いますと、はい、そしてね岡田監督から、監督を受け継ぐことも、必然やと、まあこのね、22番になるんですけども、まあ岡田監督からねもらった番号じゃなかったら全くこだわりはなかったということで、理想のリーダー像は岡田さん、僕にとって一番の恩師であり、これからも、お世話にならなければいけない人ということで、今日の朝球児さん岡田さんに電話したら、まあ頑張れよと、またすぐ行くからと、言われたみたいでね、また岡田さん体調治ったらね、元気になったら、阪神タイガースに力を貸してくれると、まあそういうことでございます。ということで、まあ球児監督ね、まあ岡田さんを尊敬して、恩師と呼んでますんで、まあ岡田イズムをね、継承して受け継いで行くと思うんですけども、いや厳しいと思いますよ、かなり厳しくなると思いますよ。まあ今日の会見でもね、現状維持と周りから、見えている選手は、危機感を持って、臨んでもらいたいと、おっしゃってましたんでね、うん、いやこれ誰のことや、あとこう言ってましたね、勝つために必要なのは力、力がないベテランは必要ないと言ってました。これはドキッとする発言でしたね。ってことで、まあ、球児監督ね。まあ、球児監督って読んだ方がいいんかな。藤川監督。どういうのが一番しっくりくるのかは、まだちょっとわかんないですけども、YouTube チャンネルもね、やめちゃって、藤川球児の真っ向勝負、YouTube チャンネル覗いたら動画ね、全部なくなってました。そして SNS もやめちゃいまして、監督するのは必要ないということでね。全部やめちゃいました。いやいや、どうなると思います皆さん。藤川監督。いや、もう、球児さん、解説してるときはね、もう解説ね、もうズバリとね、読みが的中してね、的確なこと、まあ、ずっと言ってましたね。もうみんな、他球団ファンの方もね、球児さんの解説すごいと、まあ、言ってましたんで、いやいや、これは楽しみやで。采配が楽しみ。スタメンもどうなるかね。いろいろワクワクね、してきますけども。そして新しいコーチ陣なんですけども、まあ2軍監督はね、まあ、平田さん、平田ヘッドコーチが2軍監督にね、また戻るということで、まあ球場もね、新しくなりますしね、2軍の施設、尼崎に新しくできますんで、そこでの初代監督が平田監督。いいじゃないですか、いいじゃないですか。はい。そして2軍監督やったね、和田監督が、1軍と2軍行ったり来たりする、巡回コーチになるということで、そしてヘッドコーチは置かずに、藤本コーチと、野村勝則コーチが、ヘッドコーチの役割も果たすということで、安藤ピッチングコーチは残ってくれて、そして筒井コーチ、筒井外野守備走塁コーチがね残ってくれる。いやこれは大きい、これは大きいよ。筒井さんね、ムードメーカーでもありますしね。そして3年ぶりに帰ってきます金村ピッチングコーチ。いやこれが一番嬉しいかも。またね、またブルペン陣を立て直してくれますよ。金村コーチがピッチャー陣を守ってくれますよ。まあ、酷使することはね、まあ、ないと思いますけども、まあ、今シーズン、ちょっと、桐敷投手がね、連投、まあ、石井大地投手もね、連投ありまして、まあ、連投があかんっていうわけでもないんですけども、まあ、岡田監督言ってましたけども、桐敷投手は間開けるとあかん、連投の方がええんやってね、まあ、言ってましたね。まあ、そのピッチャーのね、タイプにもよるんですけども、まあ、金村コーチが、うまいことやってくれますよ。まあ、今決まってんのはどうや、これぐらいなのかな、ちょっと、ね、まあ、これからもどんどんね、決まっていくと思いますけども、いや、新生、タイガース、楽しみ。うん、まあ、切り替えよう。
切り替えましょう皆さんね。今シーズンまあ終わったんや、阪神は終わったんや。あーちょっとね CS、見ましたけども、月曜日、うん、まあ阪神タイガースもね、ある予定あったんですけどもね、明日の予告先発は言うてね、大竹耕太郎投手がね虚しくね、甲子園球場のビジョンに映し出されてました。10対1の時やったかな、まあビジョンにね、明日の予告先発、発表されてましたけども、もう阪神ファンみんなね、もう明日ないやろ言うてね、まあ、突っ込んでましたけども、ということでまあ月曜日ね、日ハム対ロッテね、見ました。やっぱりね、勝ちたいや、絶対ファイナル行くぞっていうね気持ちがね、日ハムの選手から、ひしひしと伝わってきました。残念ながらね、ちょっと、まあ、あんま言いたくないですけども、うん、あんま阪神の選手からはね、あんまり伝わってきてなかった。うん、まあ、あれ見たらね、うん、まあ、阪神、負けるわな、と思ってしまいました。はい、ということで、まあ、明日から、明日からというか、まあ、動画見る頃には、まあ、日付変わってますんで、今日ですね、今日から CS ファイナルが、始まりますね。どういう感情で見るんかわかんないんですけども、まあ、テレビでね、見ますよ。うん。まあ、阪神ファンはね、気持ち切り替えて、来季楽しみにしましょう。ということで、まあ、シーズン終わりましたけども、シーズン終わってもね、こういう風にね、阪神について喋ったり、面白い企画、面白い動画ね、アップしていきますんで、オフシーズンもこのチャンネルに遊びに来てください。ということで、阪神タイガースに、きゅうりさん、藤川球児が、帰ってきましたー。はーい。めっちゃ嬉しいわ。まあ僕ね、まあユニフォーム、阪神タイガースの、選手のユニフォームめちゃくちゃ持っていますけども、一番甲子園球場に来ていた回数が多いの、おそらくね、藤川球児選手だと思いますんで、また来年からユニフォーム着て、甲子園球場行ける。いや、めちゃくちゃ嬉しい。ということで皆さん、来年の阪神タイガース、藤川阪神、球児タイガース、はい、期待しましょう。 V 奪還ということで、皆さん気持ち切り替えていきましょう。はい。ちょっとまだ気づいてませんけども。けどまあちょっとね、ワクワクしてきました。はい、まあ今日の動画は以上でございます。これからもよろしくお願いします。今日の動画は以上でございます。ありがとうございます。さよなら。バイバイ。